こんにちは、日本史 TV の古川です。今回は JR 総武線の西千葉駅にある日本史が買える酒屋さんに行きたいと思います。それでは行きましょう。こちらが今回お伺いする酒販店さん、主簿西浦さんになります。西千葉駅からは歩いて2分もかからないようなアクセスのいいところになります。それでは中に入っていきたいと思います。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。栄の主簿西浦です。はい。日本酒をちょっと買いに来たんですけども。ありがとうございます。じゃあこちらですね。はい。それでは。日本酒の方どうぞ。はい、どうぞ。うわ、日本酒いっぱいありますね。地下にこうやって日本酒が並んでるのすごい新鮮で、なんかワクワクしますね。はい、西浦さんの、日本酒の取り揃えのこだわりとか、なんか意識されてることってあるんでしょうか。はい、ですね、まず1点が、おかんが美味しいお酒、ここが中心になるんですけれども、そして熟成するお酒、うちではこの空間で熟成させているので、それに頼る作りのお酒が欲しいと思ってます。と、口を開けてからね、味伸びっていうものをするお酒があるので、それも選定条件に入ってます。はい、で、あとお酒作りにおいて、まあ、売り手と作り手、意見交換がちゃんとできる間柄ができる酒蔵さんも基準に入れてますね。熟成とか扱いにはこうフォーカスした、はい、酒屋さんってそんなに多くないみたいイメージですね。はい、そこも結構珍しいですよね。そうですね、初めて来る酒蔵さんなんかは、取り揃えを見ると驚かれる酒蔵さんはすごく多いです。今回はですね、特別に西浦さんが普段、熟成の経過とかを見るために、ご自分用のこの保管されている日本酒ですねを使って、ちょっと倉本さんのご紹介と、実際に飲まさせていただくと、はい、いうことをしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまずはじめは、京都玉川のアイスブレーカーですね。で、2018BY を冷蔵庫で保存しながら、ちょっと熟成の経過を見てたものです。いただきます。よく見るアイスブレーカーですね。そうですね、世間で夏酒として一番売れてるお酒です。香りもちょっと甘い香りがして、すごいコクがあるけども、はい、後味すごくすっきり切れていきますね。すごく優しい味に仕上がってますよね。うん、甘さも程よくあって、で、こちらの蔵元さんは、どういう特徴の蔵元さんになるんですか。はい、ですね、まあ、作られてる杜氏さん、おやすさんって言われてる方ですね、がイギリス人のフィリップ・ハーパーさん。顔を見ないでこう話だけを聞いてるとベタベタの関西な感じなんですけど、はい、顔見るといきなり外国の方なので、はい、ちょっとびっくりしちゃうような感じ。あと、なんかいちご酵母を使った、はい、なんか日本酒も作られたりとか、すごいチャレンジされるような、はい、そうですね、倉本さんですよね。うん、はい、じゃあ2本目をお願いいたします。はい、ですね、栃木の若駒ですね。で、深山錦の火入れのお酒を熟成させてます。で、これも 2018BY、 今年が 2020BY なので、はい、2年前ですね。2年前ですね。はいはいはい、色はちょっと黄色がかってますね。
そうですね、熟成が入ってちょっと黄色くなってきたっていう感じです。はい、いただきます。熟成してるいい香りが、ちょっと椎茸のだし汁みたいな香りがしますね。ですね。うん、非常に旨味がめちゃめちゃ凝縮されてる、はい、あのだしの効いたおでんとかと合わせたりしたいですね。はいはい、ドライフルーツ的な旨味とかも入ってきてる。確かに確かに。なんだっけ、イチジクのね。ああ、わかりますわかります、うん。そんな感じですよ。はい、あの意外にドライフルーツが入った、うん、あの焼き菓子とかハード系のパンとかにもすごく合わせる。ああ。これ15度ですもんね、地下が。そうです、はい、結構この10これ15度ぐらいですかね、今温度的にはやっぱ。そうですね、そうだと思います。いや、はい、これくらいの温度すごく美味しいですね。はい、あとはもう温度を上げて、うん、熱々におかんかけてもすごく美味しいお酒になってくると思います。はい、じゃあ3本目の方、はい、お願いします。はい、いわきことぶきですね。いわきことぶきの、肝と仕込みの純米原酒です。お待ち仕込みになってますね。お待ちの何パーセント65% 制覇ですね。これ R1BY って言って、去年一昨年のお酒なんですけれども、はい、その前年からちょっとプロトタイプで岩木ことぶきさんは木本にチャレンジしててですね、はい、でこの小町から初めて木本っていうお酒が商品化された。第1弾のお酒。第1弾、はい、はい、いただきます。はい、すごくまろやかですね。ですね。めちゃくちゃまろやか。木本仕込みで本当は酸がビヤッとこう、うん、立っててもいいんでしょうけど、それがすごくまろくなって、うん、すごく滑らかな感じ。そうですね、はい、なんかずっと飲んでられますね。これぬる缶とかでももう、あ、もう最高ですね。ずっと飲んでられそうな。はいはい、まあ、美味しいですね。はい、まあ、熟成させた日本酒が結構あるってことなんですけども、はい、実際にあのお店に来て買うことができるんですかね。できます。はい、例えばどういったものがあるんですか。はい、岡山の大正の鶴っていう銘柄があるんですけれども、はい、その大正の鶴の1990年のお酒。1990ですか。はい、30年前のお酒ですね。はい、で奥田さんとしては25年間蔵で熟成させたお酒をリリースされて、はいはい、うちでは新聞紙にくるんでさらにまだ寝かせてますっていうお酒だったりとか、はい、あとは島根の十字朝日なんかは 24BY 平成24年のお酒ですね、はい、これなんかもうちで寝かせながら並べているので、今現行の BY が平成20年、はい、じゃ結構本数は限られてはいるけど、まあ欲しいよって言えば買うことができるとですね。そうです、普通にもう店頭に並べてますので、はい、手に取っていただけたら面白いと思います、はい、おそらくお酒としては本来のスペックというかポテンシャルが表現されている状態になっていると思いますので、はい、そうですね、かなりやっぱり脂質の強いお酒やっぱり取り揃えていらっしゃるなっていうイメージがあるんで、はい、かなり置いても美味しくどんどんなっていくようなお酒がやっぱりありますよね。はい、はい、皆さんぜひ熟成させた日本酒とか、はい、お買い求めの際は下西浦さん来ていただければと思います。お願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったりためになった方はぜひチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。